今回原圭介さんの芥川賞受賞第1作目のコンテクスト・オブ・ザ・デッドの表紙を務めさせていただいてます一ノ瀬美香です。今回はゾンビになってしまう女子高生の青崎のぞみ役をやらせていただいているんですが、それで私も実際女子高生なので、あ、ゾンビではないんですけど女子高生なので、ちょっとそこにはすごいなんかシンパシーを感じるというか、すごいなんかかぶるものが感じるので、ちょっと今回は表紙を務めさせていただくので緊張していますが頑張ろうと思っています。原圭介さんの本も盗まれた顔を中学生の頃に読ませていただいていて、でその原圭介さんの本の表紙になれるって思って話聞いた時はもう目がビョンって飛び出るほど本当にびっくりしました。でも本当にありがたいことなので一生懸命頑張ります。実は私は神宿というアイドルグループをやらせていただいてまして、神宮前原宿合わせて神宿っていうグループで、頭文字を取って K が可愛い、 M がマックス、 Y が L、 D がドリームを届けるために活動しています。自己紹介します。ミカチンワールド全開中、あなたのハートにアクセスしちゃいます。一ノ瀬ミカ16歳です。ミカチンって呼んでください。せーの、ミカチン。こんな感じでアイドルやらせてもらってます。担当カラーがありまして、赤、青、黄色、緑、ピンクってあるんですけど、私赤担当なんですよ。それで表紙の背景も赤で、なんか担当カラーとマッチしてて、でもともとカラーは決まってたらしいんですけど、なんか私赤担当なのに赤の表紙でゾンビ役をやらせていただけるっていうのはちょっと光栄だなって思います。私は講談社主催のオーディションのミス ID というオーディションの2016に実は選ばれてまして、講談社さんのつながりでこの表紙をやらせていただくということになったんですが、実はここも今講談社さんのビルの中です。本当になんて言うんだろう、自然な縁みたいな形でこの表紙をやらせていただいてて、で私もアイドルになってすぐの頃にこの原さんの本も読ませていただいてたので、本当になんか運命的なものを感じてました。コンテクストオブザデッド、私がゾンビになってます。皆さんぜひ一冊お手に取ってお読みください。お願いします。